SD エイバルは、バスク州ギプスコア県エイバルを本拠地とするスペインのサッカークラブ。2021から22シーズンは、セグンダ・ディビシオン所属。1940年11月30日創設。クラレットと青色のシャツ、青色のパンツを着用する。8164人収容のエスタディオ・ムニシパルで、イプルーアをホームスタジアムとしている。 SD ウエスカがプリメーラディビシオンに昇格するまでは、プリメーラ最小規模のクラブだった。また、エイバルは、サッカークラブでは唯一、ユヌワン ISO9001 を持つクラブでもある。1940年11月30日、デポルティーボガジョとウニオンデポルティーバエイバレーサが合併し、エイバル FC が創設された。その後名称が、SD エイバルに変更された。 1943から44シーズンにフルタイムのサッカークラブとして再編成された。1950年にリーガエスパニョーラのテルセーラ・ディビシオンに昇格し、3シーズン後の1953年にセグンダ・ディビシオンに昇格した。5シーズン後にテルセーラ・ディビシオンに降格すると、その後の28シーズンのうち25シーズンを、 テルセーラ・ディビシオンで過ごした。1977年には、セグンダ・ディビシオン B が創設された。1988年、再びセグンダ・ディビシオンに昇格した。2005から06シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン B に降格したが、すぐに、セグンダ・ディビシオン B で優勝し、 昇格プレイオフでは CE ルスピタレートやラージョ、バジェカーノに勝利して1シーズンでのセグンダディビシオン、帰り咲きを決めた。2012から13シーズンのコパデルレイラウンド32では、同じバスク州に、本拠地を置くアスレティックビルバオと対戦し、ホームでは0から0、エスタディオサンマメスで1から1と引き分け、アウェーゴール差で勝ち上がりを決めた。 貴重な得点を決めたのは、アスレティックの下部組織出身のミケル・アルア・バレーナであり、指揮を取っていたのは、ガイスカ・ガリターの監督である。同シーズンのリーグ戦では、セグンダ・ディビシオン B のグループ2を2位で終え、昇格プレイオフでは CD ・アルコジャーの、レアル・オビエド・ルスピタレートを破って、セグンダ・ディビシオン昇格を決めた。そして2013から14シーズンは、 セグンダ・ディビシオンで優勝し、クラブ史上初のプリメーラ・ディビシオン昇格を決めた。2014から15シーズンは18位に終わり、降格であったが、13位のエルチェ CF に、税金未払いや、経営透明性の問題があるとして、スペインプロサッカー機構が、セグンダ降格を命じたことで、エイバルのプリメーラ残留が決定した。2015から16シーズンには、 犬井隆が加入し、2017から18シーズンまで所属。同シーズンは、ラリーが昇格後最高位の9位で終えた。以降、粘り強い戦いで、ラリーがの座を死守。しかし、2020から21シーズンは2021年に、入ってから未勝利の状態が続き、5月16日のバレンシア CF121-4 で敗れ、セグンダ降格が決定した。 2021年8月31日中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、e、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。